それではお時間となりましたので、これよりグローバル展開する保険事業へのブロックチェーン活用テーマにお二方によるトークセッションをお届けしたいと思います。まずお一人目はデロイトトーマツコンサルティング合同会社金融インダストリーアソシエイトディレクター園部光弘様です。園部様、どうぞよろしくお願いいたします。大きな拍手でお迎えください。よろしくお願いいたします。そしてお二人目は SBI ホールディングス執行役員ブロックチェーン推進室長 SBI R3 ジャパン代表取締役藤本守様です。藤本様、よろしくお願いいたします。ご着席ください。それではここからはモデレーターを務めていただきます藤本様にお任せしたいと思います。お願いいたします。はい、よろしくお願いします。 SBI R3 ジャパンの代表の藤本です。本日は、保険分野への DLT 適用についてですね、いくつかの事例を、皆様にご紹介差し上げたいと思います。で、私と一緒に今日登壇していただけるのは、デロイトトーマツコンサルティングの園部様です。じゃ、一言ちょっと自己紹介。はい、デロイトトーマツコンサルティング金融インダストリーで主にブロックチェーンのソリューションの推進ご支援をさせていただいております、園部と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日は2つ海外からの事例をご紹介して、でその後に園部さんの、ところから事例の紹介をいただきたいんですけれども、最初はですね、B3I というこれ保険のコンソーシアム、の方の、ご紹介、それから2つ目は、レジャーテックというこれは保険のソリューション、こちらのご紹介を、差し上げたいと思います。ではまず、B3I のCEO のジョン・キャロリーンの方から、これは事前録画ですけれども、プレゼンをしてもらっているのでそちらをご覧ください。よろしくお願いします。 Hello everyone and thank you very much for this opportunity to present. 皆様こんにちは。プレゼンの機会をいただきありがとうございます。 B3I についてプレゼンをし、 DLT を知っていただき、 DLT と B3I がグローバルな保険産業を変革する上で果たしている役割について理解を深めていただければ幸いです。いくつか今日はお話ししたいと思います。まず B3I についてお話しして、 B3I のグローバルな保険産業における役割についてお話をし、その後 DLT とそのグローバル保険産業変革における役割、そして最後にテクノロジーが採用曲線においてどの段階にあるかお話をし、 B3I でそれに関してどう考えて採用の加速化を図っているかをご説明します。では B3I についてですが、 B3I はテクノロジーの領域をはるかに超えた法人です。2016年に立ち上げられた世界的な保険産業のイニシアティブで DLT を活用した市場の公益コンソーシアムを作ることを目的として設立されました。コスト削減、成長促進を目指しています。2018年初めに法人化されまして、5大陸に20の株主がいます。この期間、50以上の会社、250以上の専門家が B3I に貢献をし、もはやスタートアップ企業ではなく50人の従業員がいて、当初のコンソーシアムを超えたいくつかの現実的なアプリケーションが保険業界にあります。ということで B3I の存在意義は何かという問題を解決しようとしているのかを説明する短いビデオをお見せして、その後さらに掘り下げて私からご説明します。Insurance has a problem. 保険の課題は事務処理のコストです。保険業界の契約には複数の当事者が関わり、大量のデータを頻繁に交換する必要があります。効率性を追求するプロセスにはなっていません。こうした資源の無駄遣い、不確実な契約が結果として高額な保険契約につながっています。これがいわゆる事務処理費用の問題です。 B3I では未来の保険ネットワークを構築しています。 B3
B3i フルイディティです。 B3i フルイディティはネットワークエクシステムでよりセキュアな取引を可能とし、代理店、保険会社、再保険会社間のやり取りを円滑にするものです。 B3i ネットワークは保険のバリューチェーン全体で関係者サービスを統合するのです。つまり権限が与えられた当事者が一つのエコシステムで情報をシェアすることができる、必要な時に必要な人が必要な情報にアクセスできるのです。弊社が構築したアプリケーションのみならず、認定サードパーティーまたは御社で作ったアプリケーションでも使っていただくことができます。B3i フルイディティは分散型台帳技術ベースです。御社のデータを完全に御社で所有したままシェアードビジネスプロセスの良さを享受することができます。この技術によって一つの争う余地のないデータ、信頼できる唯一の情報源ができるのです。当社で初めて B3i フルイディティに構築されたアプリケーションが災害超過損害のソリューションです。契約のライフサイクルを通じて事務管理をします。特徴は自動化されセキュアなワークフローです。メッセージ機能も統合されており、リアルタイムでワークフローを超えて体系化されていないデータの交換が可能です。弊社のプロダクトと B3i フルイディティプラットフォームは現在ご使用のシステムとのインターフェースにもなり、現行のシステム投資を活用できます。 B3i ネットワーク上で展開するアプリケーションを自社開発しているパートナーとも協業しています。セキュアで自動化されたビジネスプロセスが複数の契約者間でシェアされることで、マーケットレベルでの効率、能率の向上につながると考えています。スマートコントラクト機能による高度な自動化によってさらに効率性は高まります。信頼できる専用の許可されたデータとデータソースの一元性が確保されることによって、間違いが発生しやすいマニュアルとの付き合わせの必要はなくなり、新しいより良いより安い商品にお客様は喜ぶでしょう。分散ネットワークと健全なエコシステムによってボトムアップの変化が実現できます。皆さんのネットワーク、皆さんのエコシステムはもっと良くなります。それが B3i フルイディティです。エンドトゥエンドのエコシステムで関わり方が変わります。というわけで、事務処理の問題を解決したいわけですが、今年お客様の会社で撮った写真をお見せします。これは本当のファイルで、お客様の再保険契約で今でも署名入りで交換される契約です。保険の問題は何十年前からのレガシープロセスが残っていて、物理的なファイルでないとすれば何百何千という契約時の当事者間の E メールがあるのです。こういうレガシーシステムやコミュニケーションは進化して品質は改善しました。ただ非効率に対応するため、複層的なチェック&バランスが設けられ、状況が悪化しているのです。平均的な再保険の大企業を見ると、経費の 35% がバックオフィス関係です。この問題を解決するために人員を増員します。増員すると新たな事業機会、成長機会、イノベーションに富んだ製品設計の機会を取り逃します。 B3i はこの負担の多い管理処理の問題を解決することにより、企業を開放し成長機会に集中できるようにしたいのです。 B3i では市場レベルの非効率を解決することにより、企業は開放され成長機会に取り込むことができると信じています。こういう問題がどういう形で現れるか見てみましょう。この管理事務の問題はマニュアルと書類ベースのプロセスという形で現れ、取引コストの上昇、間違い、やり直しの原因となり、究極的には顧客体験が悪くなります。2番目に標準化の欠如、リスク、資本関係のデータが失われます。これは複雑化し追加の資本コストがかかり、複数のデータソースがある中でシステム統合が最低限となってしまい、保険業界は当事者間で連結されたネットワークであるはずなのに、ネットワークとして行動ができなくなってしまうのです。契約の不確実性も高く、結果商品が非常に高くなり、
今業界の機会がどこにあるかといえば、主にアジア、アフリカの一部ですけれど、いわゆるプロテクションギャップがあり、経済的利益を持つ人々が保険をつけるお金がない。しかし販売契約事務コストの高さから、これらの市場は対応が難しいのです。それを我々は変えたいのです。この問題に対応する上での DLT の役割を語ってみたいと思います。 B3I の取締役の一人、世界最大の保険会社アリアンステクノロジーのグローバルブロックチェーンセンターオブコンピテンス所長は次のように言っています。新しいビジネスのやり方を取り入れることの金融サービス産業における重要性は強調すぎることはない。こういうふうに言っています。初期的な結果でさえ、顕著な効率性改善につながっています。場合によっては複雑な保険請求処理が何週間から数時間、場合によっては数分に短縮されているのです。スタンダードインフラプラットフォーム運用を企業間で共有した結果です。アリアンスの取締役の一人、ボブ・クロージャーの言葉です。それでは B3I は何をしているのか。ネットワークプラットフォームエコシステムということをよく言います。まずネットワークを作り、創設メンバー20の株主とそのお客様の間のネットワークがあり、私たちの当初の自然災害商品のカウンターパート、保険会社、再保険会社、その商品を取り扱う会社間の特定の日時で十分な数を確保し、ネットワークを作り、ネットワークができたらプラットフォームを作ります。これはスタンダードプロトコール、我々の提供するサービスで、我々のプラットフォームは DLT プラットフォームで、 R3 のコーダーフレームワークに基づいています。次にエコシステムですが、パートナーアプリケーションの機能的にリッチなエコシステムで、迅速にアプリケーションを開発する能力を実現し、エンドユーザーにたくさんの機能性を提供します。 B3I はエネーブラーであって、お客様のアプリケーションの関係を、アプリケーションの開発を開発します。エコシステムにおける我々の役割は、エンドユーザーの機能性についてビジョンを示すというより、エコシステムのキュレーションをすることによりスタンダード標準を確保するということです。その鍵となるのが総合運用性、インターオペラビリティでありまして、コルダーを使うのも彼らのビジョンはインターオペラビリティとグローバルなコードネットワークを中心しているからです。ただインターオペラビリティというとき、我々はグローバルコルダネットワークより広いエコシステムについて語っており、多くの業界間のことを考えています。それから私たちは重要なもう一つの側面は、業界内のインターオペラビリティだと思っています。リスクが組織蘇生されるのはしばしば第一次保険契約、それから大企業の保険契約で、それが下の層に流れ、いろいろに切り刻まれ、複数の当事者間で分かち合われるのです。これは大きな複雑なシンディケーション取引で行われます。私たちは業界のデータモデルでリスク、事象、契約の共通の定義があれば、保険エコシステムの中のリスクの動きがはるかに効率的になると思っています。我々は重要なスタンダードを作ることで摩擦を取り除こうとしています。新しい成長と言ってきましたが、保険を新しい形で売る、お客様との関わりを新しいものにすることで実現するのですが、これもインターオペラビリティが鍵となる側面なのです。もうすでに他のネットワークと新しいオポチュニティが見えてきています。例えばマーコポロ、これもコルダベースの DLT ネットワークです。トレードファイナンスで保険の要件があり、多くの私どもの株主、お客様はそのようなサービスを今日提供していますが、非常にアナログなやり方でやっています。同じ商品で既存のお客様に追加的な販売チャンネルを提供できるということは、彼らにとっても将来重要です。また保険業界では保険が異なる形で売られる傾向が見られています。例としてはモビリティ、輸送では自動走行が
トレンドになると予想しています。輸送モビリティにおけるサービスで車両の所有というものが減り、究極的には保険会社もはや直接的に消費者と接することなくアプリが使われ、サービスの提供者がリスク資本、保険資本について新しいデジタルな形でアクセスするようになるでしょう。 B3I のエコシステムの多くは昔からの保守的な業界がデジタルに変革することを可能にし、新しいタイプの保険を可能にするのです。どうやってこの鍵となる基盤 DLT テクノロジーの採用を加速させるかということですが、思うに変化というものはゆっくりと起きるものでありますが、ある日目覚めてみると新しい世界になっていて変化が起きているというもので、直線的なものでなく気づかないでいると変化がある日到来しているということですから、 B3I の CEO としては大切なのは将来について仮定仮説を立てるという役割はよりは目的意識をはっきり持ち、具体的に将来を形作っていくということだと思います。我々はそのためにそれを実現するためにいます。で、大事なのは私たちの力だけでやっているのではないということです。ガレージの中で思いついたものではないのです。社内のエトスとしてはマーケットによる、マーケットのためのという言い方をしています。プレゼンの資料にお客様と一緒に開催したイベントの写真があります。テスタソン、テストのハッカソンです。弊社のお客様、保険会社、再保険会社代理店などが2日間集まりました。弊社のソフトに侵入を試みるのです。会場内のエネルギー、興奮は皮膚を通じてひしひしと感じられました。お客様を中心に、そしてお客様のニーズに応えると私は申し上げましたけれども、イミジクもあるお客様、株主の方がこう言いました。自分たちは客とは思っていない、これは自分たちの製品だと思っている、協業したのだから一定距離を置いた顧客という考え方は好きではないと、プロセスに深く関わっていたというのです。導入がうまくいく上でこれはとても大事な点だと思います。いくつかのことが必要です。まずは戦略的な同意が必要です。つまり上層部からのトップダウンのサポートです。でも究極的にはボトムアップの賛同も必要なのです。この商品を実際に使うユーザーが喜んでいる、望んでいる機能があるという意味です。つまりトップダウンの戦略的なサポートとボトムアップのユーザーエンゲージメント、両方が大切です。またお客様の、あるいは潜在顧客のどの部門を相手にしているのかを理解することもとても重要です。弊社のエンゲージメントはざっくり戦略的、イノベーション、ビジネスに分けられると思います。それぞれに対して違う捉え方をします。 B3I は世界の保険業界を変革するという役割を持っているので、戦略的なサポートはたくさんいただいています。今ある保険会社が時代遅れにならないようにデジタル変革をし、保険業界内でもっと効果的にやり取りをすることができるお手伝いをするというのが私たちの役割です。でもユーザーがその気にならなければ導入は成功しません。日常業務のニーズに応えている、応えてもらえていると感じてもらえなければ困難です。イノベーション予算にも私たちは注目をしています。ブロックチェーン、あるいは DLT、 新しい技術です。そういう言われ方をするのは少しくすぐったい気もします。弊社を見てイノベーションとおっしゃってくださる会社の皆様にはこうお聞きします。イノベーションはやるべきことと思いますか？それともイノベーションは向こう10年で新しい収益源を生み出すものだと思いますか？このように聞きます。現在の事業分野にとってカニバリを起こすものですか？イノベーション予算はどのように配分していますか？つまるところ
私が聞きたいのは、イノベーションは御社にとって戦略的重要性がありますか、それとも正しいことだからやろうと思っているんですかということです。イノベーションが自社にとって戦略的重要性があるという会社様、そういうところとこそお仕事をさせていただきたいと思っています。一番の正直な厳しい質問が寄せられるのは事業部門からで、投資回収について、この技術に投資したとして回収にどれくらいかかりますか、1年半ですか、2年ですかとか、新しい技術でお金がかかることに伴う懸念にきちんと答えることが大切だと思います。ユーザーと事業部門の厳しいテストに合格をする、これが何よりも大事なことであると私は思います。もう一点大切なのは、ビジネスの戦略的優先事項を理解することであります。先ほど言ったような事務処理費用、そして効率の話をしました。誰もが今以上に効率的になりたいと思っています。ところが優先事項を見ると、トップライン成長の方がずっと優先度が高い。意思決定が必要で、とりわけ今のように優先順序が入れ替わっているような時には、新しい機会を生み出すイノベーション、テクノロジー、そういったものこそ人々をワクワクさせます。コスト削減よりもです。ですので、弊社のネットワークでもいかに新しい機会創出につながるかということを考えています。この業界がいかに保証ギャップを埋めることができるのかが大事です。純粋に効率性だけを追求するのではなく、この業界の将来に希望を見出し、心躍る気持ちにする上で重要な要素の一つは、管理業界の動きを見ることです。この技術を導入しないと、この技術を使う大手顧客のサプライチェーンの起点が提供されないということになる。となると、大手顧客の保険対象となる資産のデジタルツインを提供できないということになります。保証してくれるパートナー、保険会社をよそに求めます。このテクノロジーを採用することで、顧客により良いサービスを提供することができるのです。顧客を喜ばせる方法を皆が探しているのです。もう一つ大事な点、それは単なる、これは単なる変更管理だということです。テクノロジーによって自分の立場が危ぶまれるのではないかという懸念に対応するということです。社員がどう感じているかに理解を示して、具体的なニーズに応えることが、このテクノロジーを使っていく上での鍵となると思います。そして最後にもう一点だけ、会社の CEO として、いわゆるアーリーアドプターのビジネスでうまくいくことはないと思っています。新しい技術が出てくると、どうしても取り入れたいと思ってしまう。知的な反応で学ぶことに興味が尽きないっていう方は多くいらっしゃいます。でも持続的なビジネスには、テクノロジーを使いたいと思ってくださる事業部門の皆さんが必要です。それこそが私たちのフォーカスなのです。 B3I のリーダーとして、弊社はお客様にフォーカスし、お客様の問題解決のために必要な技術を必要な時に使いたいのです。今日の話はここまでとさせていただきたいと思います。 B3I に質問等ありましたら、ぜひお寄せください。ありがとうございました。すいません、長いビデオだったんですけれども、彼、アダプションをどうやってこう早く進めるのかっていう話で、まあ、最初は徐々に進むんだけど、急に変わるっていうふうには言ってたんで、
じゃあ一体急に変わるのはいつだって聞いたら、それは2021年だって言っていたんでですね、ちょっと来年まで楽しみに待とうと思います。次にレジャーテック、これは新しい保険のソリューション、まあ、新しいというのか実は昔の保険をデジタルでやるとこうなるっていうソリューションなんですけれども、エランは実は1回ビデオを撮った後にですね、海の前で撮り直させてくれと言ってわざわざ違うビデオをもう一回送ってきたんで、ちょっとこう海のザザザっていう音が少し入りますけど、少し雑音が入っているのを聞きながらですね、エランのプレゼンテーションをお聞きください。よろしくお願いします。皆様こんにちは、はじめまして、エランです。どうぞよろしく。 Good afternoon ladies and gentlemen, my name is Eran. 皆様こんにちは、エランです。レジャーテックの共同創設者で CEO です。レジャーテックはデジタル保険フレームワークを開発しました。2年ほど前に創業し、保険会社とシステムインテグレーション、あるいはデザインパートナーと協力をし、デジタル保険フレームワークを実現しています。ブロックチェーンベースなんですけれど、医療保険、自動車保険のユースケースで始め、最近ではパラメトリックと P2P ソリューションを提供していますが、これはコルダレッジャーに基づいています。保険ソリューションはブロックチェーンインフラを活用したものであり、透明性、セキュリティが高くなり、あなたが見るものと私が見るものとが同じであり、情報は保険のエコシステム全体で共有することができます。私たちは人々が保険を利用する方法を簡素化することを助けます。エンドツーエンドのカスタマージャーニーを短縮します。保険の消費プロセスをより迅速にし、ユーザーフレンドリーにします。保険会社は保険商品を昔のように何ヶ月何年ではなくて、何時間何日という時間で作ることができて、保険会社や保険ブローカーとラップトップや携帯電話でお客様を話し、私たちは既存の保険契約管理システムに対して API で、これが保険会社とお客様との環境とのやり取りを促します。ビジネスルールエンジン、スマートコントラクトエンジン、不正を発見防止するメカニズムがあります。エコシステムデータ全体、その他をブロックチェーンで管理することによりそれを可能にします。これから一つの例を見ていただきますが、鈴木さん50歳で東京に住んでいます。パラメトリック保険商品を買おうとしています。レジャープラットフォームに基づいたものです。デモを見ていただくんですが、保険会社とのやり取りを見ていただきます。完全にデジタル化されています。保険会社からコロナ保険商品について携帯のアプリで提供され、オファーされ、自分のモバイル携帯でそのオファーを受け取って、で彼の詳細アプリを使って送ると、それに基づいて保険会社から選択した期間のコロナ保険の見積もりが来ます。これはコロナ関係の保険ということなんですが、パラメトリック保険とはマイクロ保険で、既存の医療保険などに追加的なものとなるわけで、いくつかのリスクに適用されます。保険は携帯のアプリで提供され、それに署名をし、保険料を払う、これはペイパルであったりクレジットカード、通常の支払いシステムで支払うわけですけれども、支払えば保険契約は有効となります。パラメトリック保険は事故が起きた後、保険金請求をする必要がありません。新型コロナウイルスが東京で拡大したとして、保険金請求は自動的にトリガーされます。支払いは
被保険者のペイパル口座に自動的に入金されます。鈴木さんはその連絡を受け、ペイパル口座を確認すると、すでに入金済みということが分かります。パラメトリック保険のユースケースはさまざまあります。医療保険、パンデミック保険、詐欺、地震、農業保険などの保管になります。レジャーテックでは従来型の保険会社、保険商品、住宅保険、自動車保険、医療保険等に対して保険金請求手続きの自動化を提供しています。すなわち効率化をします。引き受け損害査定の自動化を提供しています。エンドトゥエンドのカスタマージャーニー、顧客の一連の作業を簡素化するのです。とりわけ私たちが注力しているのは新しい世界です。新しい世界では新しいタイプの保険ソリューションがあります。パラメトリック保険やピアツーピアソリューションなどです。すでにパラメトリック保険についてはお話をしました。ピアツーピア保険とはどういうものでしょうか。ピアツーピア保険はリスクを共有するプールを形成するために協力し合う顧客グループの保険といえます。保険というのはそもそもこういう形でスタートしました。何百年も前のことです。人々が集まって資金を出してプールを作り、さまざまなリスクをカバーしたのです。最初は商人でした。船で世界中に出てきました。そして今日ピアツーピア保険は例えばハーレーのバイクやクラシックカーなど同じパッションを共有する人たちでプールを作り、リスクをシェアする仕組みです。ブロックチェーンを活用することでコンソーシアムを管理します。誰をプールに受け入れるのか、保険金は支払われるのかなどの意思決定に使えるのです。合意形成が得られます。もうすでに成功事例が数例あります。例えばインドのバーディアクサです。自動車事故の保険金請求の自動処理を導入しました。損害査定を自動化し、保険金請求のプロセスを効率化し、1ヶ月で2万件以上の保険金請求を処理するという課題にソリューションを見出すことができました。私からは以上です。ありがとうございました。すみません、ちょっと手違いでですね、本当はここにスライドがずっと映ってる予定で、喋ってるだけできっと皆さん何のこっちゃって思ったかもしれないんですがですね、彼今2つの保険の事例を紹介してくれて、1つはパラメトリックインシャランスって言って、例としてはCOVID-19 にじゃあ罹患した時に自動的に保険料が払われるっていうちょっとアプリケーションのデモが本当は入っていたはずなんですけれども、すいませんちょっとこちらの手違いで、そういう、こう自動的に保険のクレームのトリガーがかかって支払われるっていうようなものと、それから最後にちょっとバイクの音がうるさかったんですけど、彼バイク保険の話で、これ具体的にはハーレー・ダビッドソンとかのね、そういうこうコミュニティの相互扶助の保険、これ P2P 保険って言うんですけど、これのソリューションを持っていて、これはある意味こう今の保険制度ができるもっと昔のまあ相互扶助制度としてできていたようなものを P2P で実現できるんじゃないかって、まあこういうソリューションを彼が作っているので、どっちかっていうとオールドインシャランスじゃなくて、彼が今言ってたのはニューワールド、新しい保険、今の保険業法に、実は P2P が保険業法に入るか入れないかっていうのは、これは法令上は微妙なところではあるんですけど、まあそういったソリューションというのができるんじゃないかということで、今 DLT を使ってやってると、まあこういう紹介でした。すいません、なんかこちらの手違いでスライドがなかったんで分かりづらかったと思いますけど、後ほどサイトの方にはアップロードしておきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあすいません、お待たせいたしました、はい、園部さんの方からでは、今デロイトトーマスさんが取り組まれている、保険の取り組みについてご紹介いただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは本日私の方からブロックチェーン技術を用いた、死亡情報共有のプラットフォームの可能性ということで、我々の取り組み事例をご紹介させていただこうと思います。よろしくお願いします。
まあ、簡単に自己紹介を再度させていただきます。私園部と申します。デロイトトーマツでは金融インダストリー のブロックチェーンチームというところで主にブロックチェーンを、まあ、金融機関であったりだとか、まあ、金融機関以外 のいろんな各業界に対してですね、まあ、コンソーシアムの企画運営であったりユースケースの、まあ、一緒に考えたりだとかあるいは実装だとか、まあ、直近ですと、まあ、今これよりからご紹介させていただきます、まあ、保険コンソーシアムの企画運営であったりだとかあるいは貿易情報連携基盤、まあ、貿易にブロックチェーンを活用するだとかあるいはデジタル証券、まあ、この前のセッションでもお話ありましたが STO のビジネスなんかを中心にご支援させていただいております。それでは早速コンテンツに入らせていただきます。はい、ちょっと見にくいので、はい、まずですね、まあ、こちら、生命保険業界を中心としたソリューションでございますと。で生命保険業界 の取り巻く事業環境について整理させていただいております。まずはですね、まあ、行政全体ということで、まあ、社会問題、まあ、SDGs であったりだとか、まあ、社会問題の社会課題解決っていうのがもう求められるように、まあ、一企業の単なるまあ利益追求ということではなくてですね、まあ、ポリティクスとしては社会課題の解決というのが求められる、生命保険会社にも求められる状況であると。で一方でまあ金融行政といたしまして、まあ、顧客重視のまあ経営姿勢を取るようにアナウンスされてたりだとか、まあ、いろんな自発的な各業界の創意工夫というのが求められ、まあ、より一層顧客を重視するような施策を取る必要が出てきたという状況でございます。で一方で経済面でございますが、まあ、こちらマイナス金利であったりだとか国内経済成長というのがまあ鈍化してきたという中で、まあ、その左下のソサエティですが、まあ、こちらの企業戦略自体を各保険会社さんが変える必要があると、考えていく必要があると、まあ、具体的には顧客の変化とご記載させていただいておりますが、まあ、より一層の顧客の利便性であったりだとか顧客体験の追求というのが求められるというふうな状況になっておりますと。で、まあ、最後に、まあ、テクノロジーの分野ですが、まあ、それらの、まあ、要求であったり要請こういうことを実現させたいというようなことを実現できるような技術的裏付けであったりだとか技術の進歩というのが背景として出てきたんじゃないかと考えており、まあ、より一層生命保険業界生命保険会社として取り組むべきこととして大きく2つ挙げさせていただいております。まあ、一つが繰り返しになりますが社会課題に対して業界横断的に対応するということが求められると。もう一つはまあ徹底的な顧客サービスの向上あるいは事業費の削減ということでこれらを生かすベースとして新技術を積極的に活用していくということが求められる状況になっていると考えております。続きまして本日ご紹介させていただくユースケースのですね、まあ、社会課題の一つとして死亡時 の遺族の手続きが負担が非常に大きいということを挙げさせていただいておりますと。まあ、高齢化社会というのが、まあ、さらに推し進んでいってですね、まあ、ちょうどその死亡者数というのが右肩上がりになってきている状況であるということで、まあ、日本政府も、まあ、人生100年だとかっていうふうに、まあ、高齢化社会を対応していく政策というのを打たれておりますが、まあ、それに応じてですね、まあ、生命保険会社様も、まあ、こういった一人暮らし高齢者数というのがかなり増えてきた中でいかに死亡手続き、まあ、煩雑であるというような手続き顧客体験というのを変えていかなきゃいけないという必要が出てきたということが言えるのかなと考えております。はい、それではですね、はい、でこれまでじゃあ保険会社さんっていうのは特に何もやってこなかったのかっていうと、まあ、全然そんなことはなくてですね DX って一般的に言われているようなデジタライゼーションというのはかなり推し進めてこられましたと。でもうすでにここの図でお話しさせていただきます右半分の青の線の企業努力で短縮可能とご記載させていただいているエリア、いわゆるデータや書類を受け取ってから、まあ、こちらすみません保険の支払い金
死亡保険金の支払いのワークフローを記載させていただいているんですが、この保険者さんが亡くなりましたよというような情報を受け取ってからお支払いするまでというのはもうかなりデジタル化あるいは効率化というのを進められておりますと。で一方でこの赤の部分ですね、実際に病院や事故等で亡くなられた、あるいは事故が発生したというところから手続きを案内して書類等のやり取りが行われて、最終的に保険会社さんが業務フローをスタートできる、いわゆる保険死亡通知を受け取るっていうまでっていうのはなかなかこれまでは省力化であったりスピード化デジタル化っていうのが及んでなかったエリアじゃないかと我々考えています。そういった中で今後はですね、その企業の中だけではなくてですね、その企業がデータを受け取る前のプロセス顧客体験というのが重要なんじゃないか、その中でブロックチェーンを使ったソリューションを用いることによって顧客の手続きというのが簡便化あるいは合理化できるんじゃないかと考えております。はい、こちらがですね、今述べたようなことが実は北米ではもうすでに取り組まれておりまして、こちら、こちら北米でもですね、保険金の未払いというのが社会問題となってましたと。地理的環境もですね、いろんな事務手続きを行うにも北米、かなり州によっては面積が広いということで、営業所であったりだとかそういった保険の代理店というのがくまなく配置されてないような州もあったということで社会問題となっておりましたと。でさらに米国や、北米ではですね、未請求財産法というような法律呼ばれる法律がございまして、保険会社さんは直ちに残存している、死亡保険金を支払いなさいと、レギュレータリーの部分からも支払う要請があったというような背景で作られましたと。具体的にはこの真ん中のブロックチェーンというところで、デスマスターファイルと呼ばれている、ちょっと名称はちょっといかがなものかなというような部分もあるんですが、そういったデスマスターファイルと呼ばれるブロックチェーン上の死亡情報を共有する仕組みを用いて作ってですね、それに対して病院であったりあるいは保険会社公共機関等が接続し情報をアップデートすることによって、いわゆる死亡情報をよりタイムリーに確認できるというような状況を作ってまいりましたと。はい、で同じくですね、我々日本に国内においてもですね、いろんな生命保険会社さんに参加いただいてですね、同じようなブロックチェーンをベースにした死亡情報共有のプラットフォームを構築してですね、それらをいろんな機関やあるいはフィンテック企業さんなんかと共有することによってそういった課題を解決していけるんじゃないかと考えております。はい、こちらがですね、その技術的な背景となっておりますと。N 対 N、我々 N 対 N の関係と1対 N の関係というような話し方でいつもご説明させていただいているんですが、N 対 N のやり取りであったり情報交換なんかが発生するような仕組みというのは非常にブロックチェーンに向いているということが言えると思いますので、こういった死亡情報の共有においても活かせるんじゃないかと考えている次第でございます。はい、はい、はい、最後のスライドになりますけれども、こちらの死亡情報を共有することによって保険会社あるいは行政機関病院であったり、一番大事なのはこの顧客ですね、顧客の利便性であったりあるいは何か大規模な災害が起こった時にですね、迅速に速やかに死亡保険金が支払われるだとか、そういったユーザーの死亡確認みたいなのが迅速にできるというようなことがこのブロックチェーンで実現できると思って考えております。
まあ、本日のユースケースのご紹介以上となります。ありがとうございます。はい、園部さんありがとうございました。ちょっと質問したかったんですが、実はもう時間を超過してしまって、今後の展開というところについて実はぜひお聞きしたかったんですが、もし5秒くらいで喋っていただければ、はい、今回はですね、死亡情報共有ということで進めさせていただいてますが、まあ、この死亡情報共有というのは、まあ、社会全体であったり多くの参加者の課題であるということで、こういうユースケースを進めさせていただいておりますと。まあ、同じ意味では例えば環境であったりだとか CO2 ブロックチェーンみたいなのを作ってですね、それに対していろんなパラメトリックだとか、テレマティックだとか、いろんな保険ソリューションとつなぎ合わせることによって、よりその環境負荷であったり環境削減みたいなところにつなげることができるんじゃないかと考えております。はい、どうもありがとうございました。すいません、長引いてしまいましたけれども、こちらのセッションは以上で終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。ご登壇いただきましたお二方に今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。